はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。はい、今日はバルキリーコネクトをやっていきたいと思います。バルキリーコネクトなんですが、ですね、キングオブファイターズコラボが開催ということで、そちらのね、説明とガチャと、あとですね、告知なんですが、公式ニコ生放送が7月13日21時からあるんですね。でキングオブファイターズとバルコネのコラボイベントやアップデート情報などをお届けするという、こちらの番組に私出演するので、よかったら7月13日の9時から応援してください。ニコニコ生放送になります。噛みましたね。はい、ザ・キングオブファイターズについてあまり知らないので、知らないまいちゃんとかがなんか結構有名なキャラクターとしているっていうことぐらいしか知らないので、これを機にいろいろ勉強できたらなと思ってます。楽しみに頑張っていきたいと思ってます。はい、でね、なんかね、ギルドインさんとかと話してたんですけど、キングオブファイターズを知らなかったので、そしたらなんかナコルルが可愛いよっていう、なんかまみちゃんコスプレするのはナコルルがみたいなこと言われて、画像調べたんですけどめっちゃ可愛かったです。なんか黒髪ロングのなんかちょっと衣装もなんかちょっと白に赤いラインとか入って、ちょっと巫女さんっぽい感じ、画像多分出ると思うんですけど、すごい可愛いので、この子とか出ないのかなって思うんですけどね。この子のコスプレぜひしたいなと思いました。 あとですね、まだまだでコラボイベントはいつもバルコネのコラボイベントと同じ感じで、まあ、異世界からの招待状ってことで、これはストーリーで、オメガールガール降臨ということでコネクトは、はい、ということでシーズン1、シーズン2、シーズン3とまた格闘ポイント集めてランキング戦になってますと。でスペシャルチャレンジでいろんなものがもらえるので、区間に挑戦していきましょうということですね。で、コラボガチャが10連3回ごとにコラボキャラ1回確定ということで来ているので、ちょっとやっていきたいと思います。はい、でコラボキャンペーンとして、記念ログインサービスで毎日ログインするといろいろもらえるみたいなのでね、毎日ログインしていきましょう。でコラボホワイトキャンペーン、ツイッターキャンペーンでもね、いろんなものをプレゼントしているみたいなので、よかったらそちらの方も覗いてみてください。はい、というわけでガチャ引いていきたいと思います。お、早速知らぬ今井ちゃん、知らぬ今井ちゃんとヤガミイオリくん、はい、このイオリくんとストーリーに出てくる草薙京くんっていう主人公が多分ライバルなんですよね。ちょっと調べたんですけど、ちょっとストーリー進めたら、キングオブファイターズ自体が3人1組を組んでなんか勝ち抜きバトルみたいなのをする格闘ゲームらしくて、それもストーリーもそれになぞった感じで、まず最初の方触った感じなんですか。で、なんかちょっとキングオブファイターズ知ってる方でもすごい楽しめる内容になってるんじゃないかなと、勝手な個人的なあれなんですけど思いました。じゃあ聞いていきます。はい、いやー、どっちでもいいな。わーい、ウッドバレルだ。そしてひまわりじゃないけど、他は金色だったよ。で今回最初の10連は、1500、2000、3000と最初と2回目がお得なのでね、でもよかったら引いてみてください。お、虹が3つ。これは2人で、あ、ボルフ頼むよ。そろそろかな、次。あ、虹ちゃん、あベルちゃん、ベルちゃんね、はい、はい、そして次確定ですね。お願いします。はい、ステップ1ステップ2でね、合計3000万円お得ですね。お、結構虹多いんじゃない。一応だって30連、あー、スナイパーリンか、あ、マティスさんね、メイドさんのストーリーの方でかなり使いましたよね。あ、イオリくんだ、なんかいいね、このなんかみたいな、ちょっと悪い感じがかっこいいね。嫌いなものは暴力、しかし弾薬で暴力的な戦闘スタイルで戦う、普段はバンド活動しながら一人暮らしをしている、なかなかトリッキーな感じですね。でもヒットポイントが低い時、1体に威力 20×7 回の物理ダメージ、バンド威力 110% で闇物理ダメージ、バンド呪い3段で結構えぐい仕様ですよね。かなり強いと思うんですけど、まあ出ていきたいと
思います。というわけで私の30連はゆうりくんでした。はい、これからシーズン2でもまたねガチャが追加されると思うんで、誰が追加されるのかわかんないんですけど、まあ、ルールがいいんですけど多分違うんでしょうね。なんかねアテナちゃんとかわかんないんですけど、ギルドインさんが話してたんですけど出るんじゃないかみたいなこと言ってて、まあ、多分結構メインな女の子なんでしょうか、わかんないんですけど、ちょっとねこれを機に近年前達のことも調べて楽しんでいけたらなと思ってます。今日のコーデです。今日のコーデはジーパンに薄手の、柄シャツを着てみました。はい、そんな感じです。よかったら YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。下の説明欄に URL が載っているのでポチッとしてあげてください。ではでは今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またねー。